寝てばっかりこの人。なーに、お昼まで寝ててまたお昼寝するってもう意味わかんないよね。この人いつもそう言ってる。なーに、あーもうダメ、コンビ起きなさい。ほらカリンちゃんも起きて。やだよ、これ今入ったばっかりなんだもん。もうすごいダメコンビ。ちょっとだけ、もう声揃えて、ちょっとしたらもう撮影とかしなさいよ。そりゃもちろんだよ。ねえスタッフさん、あーやっぱりこの二人ダメそう。なに、じゃあウィンクのプレゼント。そんなことよりさ、スタッフさん、ここなんかなんて言うんだろうな、なんとも言えない匂いがするよ。なに、これなんかまずいこと言った。あー仕方ない、チャイちゃんうるさいからさ、カリそろそろ出ようと思うよ。あーだってチャイちゃん怖いんだもん。あースタッフさん、チャイちゃんに怒られるよ。ナム、また寒くなったらさ、中に入ろうと思ってるんだよ。それがさ、スタッフさん、怒られないと思うよ。嘘みたいだろう。あもう寝てるんだぜ。それでデブだよね、スタッフさん。俺たちの考えること一緒だよ。おすんすんタッチで喜びを分かち合おう。よし、スタッフさん、この機会にさ、俺たちもゆっくり寝ようぜ。はい、スタッフさん、おやすみ。みんなに励まされたよ。チャンネル登録をしておくと、カリたちの動画が見つけやすくなるよ。そしてベルマークを押しておくと、動画がアップされたらお知らせが来るよ。あなたにおすすめの動画はこちら。もしね、この新しい動画はこちら。おら、お前たち、全然あなたたち起きないじゃないの。スタッフさんがもっと寝ようって言ったからだよ。しかも何あれ、チャイが寝てる時に言ったあの言葉。美人さんだったっけ。うん、